ルービックキューブルビクエルネーは、ハンガリーの発明家、彫刻家、建築家。彼の名を冠した、ルービックキューブをはじめとする立体パズルの発明で、世界的に知られている。日本では、名、性の順にしたエルノールービックの表記なども用いられる。ハンガリー語でのの発音は、うの口をして、おと発音すると表現されることもある。遠心前下ハンセマボインの長ボ音であり、 カタカナによる正確な音舎は困難であるが、エルヌーと表記するのが近い。1944年7月13日、ルビクは戦時下のハンガリーのブダペストで航空エンジニアの父と詩人の母の間に生まれた。戦時中は父親は技術班として従軍、母親は妹を妊娠中であったが、母親の両親や兄弟は戦争で亡くなっており、頼るところもなくルビクを連れて、 戦火を避けた。幼い頃は読書が好きであった。1967年にブダペスト工科大学を卒業し建築学の学位を得た。その後、陰性として彫刻と屋内建築について研究している。1971年から75年にかけて建築家として働き、その後、学級生活に戻ってブダペスト応用美術大学の教授となった。 1974年にルービックキューブを考案した。1975年1月、3次モトロンリゲームとしてハンガリーの特許庁に出願。1976年10月28日に特許登録された。1977年にハンガリーでマジックキューブという名称で販売を開始したが特に売れるようなことはなかった。1980年に アメリカの玩具会社が販売許諾を受けて、ルービックキューブとして売り出したところ、世界中で流行する。以降は流行りすたりもありながら、世界中で4億5000万個以上売れ続けている。彼自身は1分ほどで揃えられる。1980年代の初頭に、ESJ、トンエ K というナノゲームと、パズルに関する専門誌の編集者となった。 1983年には経営者として家具とゲームの設計を行うルービックスタジオを設立した。1987年に教授として就寝在職権を獲得し、1990年にはハンガリー工学アカデミーの総長の座に就く。総長としては国際ルービック財団を設立し、特に才能のある若手のエンジニアや工業デザイナーを支援に乗り出している。 現在は主にビデオゲームの開発と建築学の課題に取り組んでいるという。その傍ら、ルービックスタジオの経営やルービック360など新しいパズルの作成も並行して続けている。初来日の際に当時日本で放送開始された長時空要塞マクロスに登場する VF-1 バルキリーの高得と椅子製の変形アイテムの戦闘機形態から 格闘形態への変形に、川森正春き添いの下で挑み、脚部以降の変形ができずに頓挫したことがある。2017年、ルービックスピーザルービングアソシエーションを立ち上げ、2018年に、レッドブル、ルービックキューブ世界選手権を開催した。2020年、ルービックキューブ発売40周年記念で、キューブとザパズルオブアスオールを出版した。ありがとうございます。